濃加茂市の玄関口、JR 箕面太駅。2014年に放送されたアニメ、農林の聖地巡礼に来ました。JR の車両は、放送当時とすっかり様変わりしました。こちらは長良川鉄道の車両です。放送当時と同じ車両ですね。長良川鉄道は新車の投入が発表されたので、この車両もあと数年で見納めでしょうか。今回は箕面太駅より北側にある聖地をいくつか訪れました。本編中に登場したスーパーです。まあ、バローはうちの近所にもあるけど、舞台となった学校です。もう一つの入り口、まああまり長いこといると不審者になるので、とっとと退散。学校近くの踏切で、ちょうど高山線の列車が来ました。オープニングに出てくる立教、放送後右側にあった空き地に住宅が建ったので、放送当時と同じアングルの再現ができなくなりました。立教のすぐそばにある公園、もっと遊具とかも撮影したかったけど、遊んでる子供たちを撮影するわけにもいかないので、この程度にとどめます。おしまい。